挑戦がコールされます。日本人対決です。選手引き手、藤代選手引き手で肩襟から持って、あえて釣り手から持ちます、はい、藤代選手これやりますよね。はい、やりますね、はい、引き手を結果大森選手持っていますが、お互いに引き手を絞っている状況、両手で絞り直す藤代、はい、大森選手セオリーを崩されるっていうのもね、結構あな逆に引き手持って1本中だけ抜けて、ね、抜けて絞りを強めましたが、ここは藤代が切ります。持ちましたね、持ちましたね。2人とも2つ持ってます。袖釣り込み腰入らせない、はい、巴投げ、はい、整体していい対応ですね、はい、そうですね、先んじて回りました。大丈夫大丈夫、自信をなくすような藤代が先に距離を一気に詰めました、はい、手首をやっぱりね、こう釣り手から、はい、手首の内側を立てながら近づいていく、ね、はい、でこう先ほどのように技を打ち返してくるっていうのが頭の中にあると、はい、ね、大森選手としてはちょっとやりづらい、大森選手持ってるんですけど、うん、なんていうか、あとそのやっぱ袖持って少しやっぱ上から下に重心かけてると思うんで、はいはい、そこで自分として安心感もあるのかな、変えましたね、脇下、はい、脇下ですね、はい、ありましたね、ここに活路を見出そうとしてますけども、はい、今の藤代選手のリアクション、大森選手がどう受け取るかですね。傾けてますね、体を。消極的、あ、両者。両者。誤差の範囲だと。なるほど。技を仕掛けたという段階ではないという判断でしょうね。はい、あ、ちょっと変えましたか。戻したか。はい。続いて再び上腕引き手袖です、大森。藤代は持ったまま耐えています。素手釣り込みをしていけそうだ、大森その気配を刺した、今度そうすると腰車、あっという藤代選手がちょっと攻略して潰しに行ってますかね、今日はね、はい、そうそう、いいところを、はい、良さを通じてますよね、相手の対策に何ていうか思考力を投下しているのは藤代選手という印象ですね、はい、そういう印象ありますね、狙ってましたね、袖釣り込みをしよう、巴投げ、リズムが出てきましたね、不十分ながら、はい、袖を離さないことで大森選手一旦ディフェンス、左側に行ってるような感じが、右手は持つけどもっていう感じでね、はい、うん、でそれ釣り込み腰ペイントの大内狩り、今日は先手先手で行けてるのがいいのかな、はい、2つ目の指導入りました。そういうゲームメイクでしょうからね、うん、もうなんか藤代選手の思い通り、思惑通りに進んでる感じしますね。大森選手持ってる持ち札でなかなか対応ができない膝車、うん、ここから見せてる上腕持ちはこの膝車支え釣り込み足相性のいい位置ですよね、うん、そうそう、おー、クロス手側クロスから一本背負い投げ抜けて攻め方変えてきましたが、これ継続できるか意図してるものが、ああ、支え釣り込み足、うまいですね、はい、スクロス選手引き手持ってます、大森選手、はい、肘を上げることで外落とすようになりましたかね、はい、ということで、はい、良いでしょうかね、はい、大森通りですね、ありがとうございます、はい、左腰車、そっから寝技腹包み、あ、いいところ持ちました、これはチャンスです、包まれてしまった、持っています、足を持ってディフェンスですね、ここは大森選手は我慢のしてるところ、藤代選手は取りたい、もともと一番得意だった技術ですよね、はい、そうですね、あ、はい、ちょっと攻防が、はい、レベルの、はい、はい、そして大森これを利用して直して、あ、大森いわゆる逆クロス、手側からのクロス、でもこれ技をかけないと肩入りになった、そうですね、あ、谷落とし出ましたね、ウル選手出ましたね、はい、変形からの谷落とし、はい、あれあの思ってる方向じゃない方向に投げられちゃう、はい、あの自分の体を乗り越えさせる方向ですよ ね、だから投げられ前とする方向に転がすという、これ多分 JR の選手が結構練習してるんですよ、ね、なるほど、さっき、はい、48キロ級の古賀選手も、はい、変形のできた手札を自分の持ち、こっちですね、はい、後ろに行く、はい、これ止まっちゃいかん、止まっちゃいかん、本当だったらそうですよね、あの大森選手の左側に相手が落ちてくるはずが、そうそうそう、あえて右側、右の方に体を通して右側に落とすという、これ膝怖いですよね、結構、うんうん、
変な耐え方するとこれ多分内側とか、なるほど、切れちゃう感じがした時にもう整体するっていうのがまあ一番答えでしょうね。なるほどなるほど。そうすると普通の墨返しがやりやすくなるんですね。ああ、そう、飛び取り返しが。